皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、旦那さんが起業を反対する深層心理とその対処法、解決法とは、ということについてお話をしたいと思います。私のところにはですね、脱サラ、サラリーマンから、起業してやられているクライアントさんもいますし、今まさに旦那さんを説得しながら起業に向けて準備をしている方とかもいらっしゃいますし、これから駆け出しで、趣味から脱却しようとして、旦那さんと初めてそういったお話でね、向き合う、という方とかもいらっしゃるんですけれども、結構ですね、結構な確率で反対される方が多いですよ。そういう状況の場合には、特に共働きでローンを真っ二つにして払っているようなタイプの方っていうのは反対されるケースが非常に多いです。で、その内容を伺っている時に、私が実際に、私が脱サラというか、それこそサラリーマンから教室業、いずれはコンサルタントになりたくて教室業で独立会議をしてるんですけれども、その時に主人に言った話と、その背景と、何をコミットメントしたかですね、私が旦那に対して。で、それとあと皆さんのその交渉を持っていく手順と段取りと、その自分の心持ちですね、このあたりとに差が結構あるなっていうふうに感じた部分と、あと私の個人的な見解、これをちょっとお伝えしたいなと思いまして、ここの問題、何が難しいかっていうと、自分の気持ちだけでは済まなくって、家庭の中での、妻であり母でありという立場において旦那さんと交渉するみたいな、この交渉がですね、結構難しいですよ。なので、多分こういった部分の出だしの一歩でつまずくというか、悩んでる方とかも多いと思うので、そのあたりをですね、ちょっと今日お伝えしたいかなというふうに思ってます。余談なんですけど、起業もそうなんですけど、今度ね、起業した後コンサルをつけるつけないでも結構揉めるケースが多いっていうのは知っているので、このあたりもね、私はコンサルタントで、私をコンサルにつけてくださいという意味からお伝えしているのではなく、どちらも本質的な問題は一緒なので、まずそれをですね、理解してほしいなというふうに、思ったりとかしています。ではですね、まず、その反対される場合のね、対処云々っていうところのお話なんですけど、起業とかですね、開業とか、要は安定的にパートなり何なりでやっていた状態の奥さんがですよ、その収入がゼロになる可能性が高いとサラリーマンなら誰しも思うはずです。実際にゼロになる人とか多いですしね、場合によっては家からお金持ち出しにして、開業とかする方とかもいらっしゃいますからね、男性がそういうふうに考えるのも無理がないっていうのは、私が女性脳も持ってますけれども、男性脳も普通に持っている人間だからです。男性脳っていうのは、会社でバリバリ働く脳ですね、一点突破主義的な部分と、あと組織の秩序に合わせて、きちんと動いていく、あと、その中で段階的に上がっていって出世とか成功達成意欲がありとか、基本的にはね、環境が変わることを良しとしないというか、好まないのが割と男性脳の特徴なんですよね。同じことが繰り返されることに安定を覚える、新しいところにあまり行きたくない、だから転職は女性の方がしやすいんですよ、通常はね。で、女性の場合は好奇心旺盛、新しいことにもチャレンジするのにも、リスクがね、少ないから、リスクが少ないからっていうのは、旦那さんが例えば稼いでる中でとかっていうケースをリスクがないっていうふうにね言うんですけれども、その状態でやれるから、
わがままにっていう言い方変なんですけどもね、そういった部分とかも結構あったりするんですよね。で、心理をね、まず理解してほしいんですよ。要は自分はやりたい気持ちで目いっぱいなのに、反対されるとね、売り言葉に買い言葉になるケースとかが結構あって、私の場合にはきちんと話し合いで説得納得っていうことをしてもらってるので、話し合いっていうほど余地はないのか、やると決めたらやることになってるんで、ないっていう選択肢がそもそもないんですけれども、心理をね、まずね、理解してほしいんですよね。どういうことかっていうと、男性側のね、立場に立った心理ということなんですけれども、いろんなね、心理がね、おそらくね、複雑に絡み合うはずなんですよ。これをどちらかっていうとですね、私は旦那さん側の気持ちがすごくよくわかるんです。私が実際にサラリーマンで、そこそこ役職上で稼いでたタイプの人間だったので、旦那さん側の方の気持ちがむしろよくわかるっていう感じですね。だから、コンサル生さんとかがね、私にこういうふうに旦那に反対されてるとかっていうと、いや、そもそも内容がなってないケースが多いんですよね。旦那さんの気持ちの方がむしろ私は分かるよって言って、そんなんじゃとても私は OK をすることはできないとか言って、プランを組み直してもらうこととか結構あるんでね。そのあたりがですね、ちゃんと納得できるように説明できてるかどうかっていうのが基本あったりするんですよね。で、まず旦那さんのね、ことを考えてみてほしいんですけど、結婚する時とかに、例えば共働きだったとして、家事をね、2つに割っていったとしたりとか、子供の方とかの役割分担とかをどういうふうに切り分けてたかにもよるんですけれども、稼げなかった場合に全部その負担が自分にかかってきて、しかもその家のね、こととかがどうなるのかっていうのがわからない状態である時に、その自分にとって嬉しいことって基本ないじゃないですか どっちかっていうと、例えばそうだな、家に奥さんがいることによって、家が綺麗であるっていうことがあるのかもしれないんですけれども、結局旦那さんにとっての家の喜びはどこにあるのかっていうのを理解して話していかなくちゃいけなくて、自分の夢だけをやっぱり押し切るっていうのはないですよね。旦那さんにとっての夢っていうのが、もしや結婚時の妄想かもしれないけど、奥さんが家にいて美味しいご飯を作ってくれて、自分は外でその分頑張って稼いでくるよっていう図式が成り立つ形で結婚してたとしたら、起業ってなったら、その生活が確保されなくなるかもしれないじゃないですか。そう考えると、やっぱり反対したくなりますよね。だって自分が楽ちんな状態から急に楽ちんじゃなくなったりとかしますからね。だからすごいね、不安が絶対的に多いはずなんですよ。じゃあ例えば何個かその不安とかっていうね、ところを言いますけれども、まず一つ目はですね、その奥さんがね、例えば起業したいっていうふうに考えた時、サラリーマンっていうのは起業してないんですよ。だから基本絶対にうまくいくはずがないって思ってるのがまずベースです。起業したことがある旦那さんであるとまた視点は違うんだけど、起業したことがある旦那さんだと、むしろそんな苦労はさせたくないって思うのかもしれないし、無理だって多分思う。しかも奥さんが不安とした事業計画書も出さずに、なんか私こうしちゃって、もう私の生きがいはこうだからやりたいのよって口で感情論で言われても、全く納得できない うまくいかないっていうのがまずね、基本的に思っているからです。だからそれをなんで自分が認める、要は自分にとってのメリットをやっぱりね、プレゼンテーションしなきゃダメですよ。自分にとって言ったのは、旦那さんにとってのメリットです。私が起業すると、こんなにいいことがあるっていうメリット、最低5個ぐらいは言えないと、
反対しますよね、普通に。だってお金は減る、自分その分頑張んなきゃいけない、まあ、子供は面倒を見てくれるかもしれないんだけれども、その分、趣味じゃないけどね、本気でやるって言ったら家のことがおろそかになるんじゃないかとか、自分は解消がないっていうふうに思われるんじゃないかとか、まあいろいろな思いが渦巻くわけですよ。だからそれを補ってあまりあるメリット、私が仕事をしてうまくいくとこんなにいいよっていうことをやっぱね、アピールしてプレゼンテーションできるぐらいじゃないと、なかなか男性の頭を説得するのは非常に難しいなっていうふうに思っていますね。で、2つ目がですね、旦那さんのプライドが傷つく場合です。要はですね、例えばまあささやかながらにでも旦那さんの給料で一通り回っている、奥さんも養ってる、子供たちもどうにかなってるっていう状態なのに、働きに出たいのか、奥さんの気持ちは自分の生きがいとか社会貢献とか、まあ、わかんないですけど社会と関わりたいっていうことだったとしても、そのバランスですよね。自分はそうしていることでこう地位を保っているとか、勝手に彼が考える、旦那さんが考えることなんですけどね。そういうふうにした時に、要は奥さんが家のことをおろそかにするんじゃないかとか、自分の安定的な安全なこの地位、お父さんっていう家庭の中でこうある意味威張ってられるっていうか、お父さんとしての存在価値が奥さんが働いちゃうと薄れちゃうんじゃないかとか、そのあたりのプライドですね、それが傷つく、ないしは沽券に関わるっていうんですかね、古い言葉で言うと、それが保てなくなるのを恐れているから反対するっていうことがあったりするのと、あと、まあ例えばそれでね、奥さんが稼げるようになってきた場合に、家事の負担とかも自分に来るんじゃないかとか、自分は稼いでくれって言ってそういうふうになったわけじゃないのに、好きでやっているのにそれがうまくいったからって今度自分がやりたくもないと思っている家事を俺に押し付けるのかみたいな、そういう未来への不安とリスクと予測ですね。これがよぎれば当然反対するっていうことになっていきますね。で、あと3つ目ですね。これ多分意外な理由かもしれないですけど、女性はここ見落としがちなんですけど、旦那さんの嫉妬です。嫉妬っていうのが、起業することによっていろんな外の男の人と会うからっていう意味の嫉妬じゃなくて、自分はね、例えば苦しい思いをしてサラリーマンを続けてるとするじゃないですか。それが低収入がちゃんと入って、低収入、一定の収入が入ることで家庭内の秩序を守って、俺は嫌な上司にへこへこ頭を下げて、でもしょうもない飲み会にも付き合ってとか、もしかしたらそんな辛い精神状態で会社をね、会社行ってるとするじゃないですか。それなのに奥さんはなんかキラキラした感じで、私は私の人生を生きたいの、私の自分の好きなことをやりたいの、やっていくのっていうふうに言った時に、俺の金でそれができていて、お前は自由でいいよなっていう気持ちが少なからずとも思う男性は非常に多いはずなんですよ。ずるいっていう意味です。俺だって投げ出したいよみたいな、じゃあ俺が会社辞めるって投げ出したらお前は俺を食わしてくれんのかっていう、まあ極端に言うとそれぐらいの感覚と感情が出てくるはずなので。この辺りを、まあ、要はあなたは説得できるかっていうことですね。嫉妬されるんですよ。その羨ましいっていう、楽しそうでキラキラしてるっていう、これ性格によりますよ、旦那さんの性格。キラキラした楽しい風にしている奥さんを見ているのが素敵、自分をこんなに奥さんを喜ばしてるんだ、輝かしてるんだっていうことを自負できる旦那さんっていうのは結構ね、強いマインドの持ち主で、そういうタイプの人は奥さんが仮にですよ、ものすごく稼いで活躍したとしても、そういう奥さんが自由にできてる環境を作ってる自分って俺ってすごいみたいに思えるらしいですよ。大概の男の人無理です、これ。だけど大概活躍してる奥さんのところで、まあ陰になって支えている旦那さんっていうのは、その奥さんの活躍自身を一緒に喜べるタイプの、だから
内助の功の逆バージョンですね、旦那さんがっていう。まあそのタイプの旦那さんなら嫉妬はされないです。っていうか、むしろ、ああそういうふうにやってくれてることで、まあ、俺も好きなようにできてるから、ああなんていい奥さんもらったんだろう、ラッキーぐらいな。これ紐とはまた話は違いますからね。紐はお金たかってっていうところになるから、そうじゃなくて本当に心から人間性と、あとその人の可能性、仕事の出来栄えとか、そういったものを全部認めた上で奥さんを応援するっていう、稀にめっちゃできた旦那さんとかいるんですけど、そういう方はね、嫉妬しないです。だけど、サラリーマンとかで辛い思いをしながら会社に勤めているタイプの旦那さんだと、まず、お前はいいよな、気楽でっていうのが絶対に頭にあるはずなんで、これを説得するためには、さっき言ったように、旦那さんにとっての嬉しいこと、実質的なお金も含めてですよ、5個から7個ぐらい、プレゼンテーション欲しいわけですよ。だから私がコンサル生さんから旦那に反対されてますとかっていう時に、どういう話し方をしてるの、どんな内容でっていうのをプレゼンテーションされて、まあそれ旦那が言うよねっていう、むしろ私は旦那さんの味方になっちゃうぐらいに、稚拙な残念なプレゼンテーションが多いですね。一番ね、肝は何だと思います？一番の肝は覚悟がないっていうことですよ、おそらく。覚悟を持って旦那さんと話すと、まあ、もちろん2人の関係がうまくいってることが大前提ですよ。奥さんにね、愛がある場合には折れざるを得ないですよ、旦那さんって。多分覚悟がない、ちょろっとした言い方をするから、折れられないんですよね。で、折れる折れないの部分で言うと、あんまりそういう話はね、したくないんですけど、最悪話が決裂したら、子供のことはさておきですよ。自分の人生と彼の人生の方向性が違うよねっていうことで、離婚っていうことだって当然あるわけですよ。本来は、それぐらいの熱い思いがあれば。あとは、例えば、コミットメントをするんだったら、期限、私もそうでしたけど、期限とかをね、ちゃんとつけて、1年後だと難しいから、まあ、3年でもいいんですけど、3年後までにいくらにならなかったら、もう企業は辞めますとかって言い切ってやるかとかいう話ができるかとかね。それを示した上でスタートすれば、まだしもっていうところなんですよね。大抵そのね、覚悟ないですよ。だってね、例えばローンとか同時に払っているとしたら、その奥さんの稼ぐっていうことがね、うまくいかなくて、起業なんてね、相当頑張らないとうまくいかないんですよ、特に初期の頃なんて。だから1年で廃業がね、まあ、そうだな、80%近くいたりするのかな、っていうぐらいできないんですよ。思ったように稼げない、それは奥さんの覚悟が足りないからです。趣味だったらそんなこと全く考えなくていいですよ。仕事にする場合にはサラリーマンよりもおそらく厳しいです。だから楽しんでできる、本当に好きな打ち込める仕事でやった方がいいっていうのは、そういう意味なんです。だから旦那さんはそのリスクも背負った上で稼いでいかなきゃいけないってことを、いきなり許してくれっていうか、やるよみたいに言われたら、旦那さん衝撃受けますよ、そりゃ。反対します。反対されるのが当たり前だと思った方がいいですね。で、しかも感謝をしてほしいんですよね。例えば家のローンを2人で払ってる場合に、自分がいきなり会社員辞めて、そこが不安定になった時に、家のローンを旦那さんが賄う形になるのに、あなた家に住んでますよねっていうことですよね。家賃とか最低でも払わなきゃいけないわけじゃないですか、本当は。事務所とか借りたりとか、別の場所借りること考えたら。だけど住まわしてもらってるっていう、まずありがたみがないですよね、払ってない場合においてはですよ。で、その上で教室業が、自宅教室業ができてるっていう、感謝の上で成り立っている形での旦那さんと交渉ができてるのかっていうことです。だから自分だけの主義主張を通していくと、まず足りないのがね、さっき言った覚悟が一番足りないし、あと数字ですね。いや、数字苦手なんでとか言う方いらっしゃるんですけど、いや、
自営をね、やっていこうって本気でやっていくって考えたら、基本数字と向き合ってほしいんですよね。で、その数字をもってして旦那さんに年間売上計画と収益、ここぐらいは示した上で説得するんだったら、まだ旦那さんは理解するかもしれない。ただそれがあまりにも甘々でね、数字が作られてたら、これの根拠はとかって、まあ私が旦那だったら相当突っ込む話になるようなプレゼンテーション多いですけどね。でも最終的に覚悟があって1年がかりでも旦那さんを説得するタイプの人っていうのは、地道にこう折り合いをつけながら、家事の分担とかをね、ちょっとずつ変えながらとか、あと旦那さんが嬉しいだろうなっていうことに少しずつ歩み寄りをしながら提案をしてってる人もいるし、そうだな、やっぱりね、自分がそれを、妻のそれを認めたことによって喜び度が増したっていうことを実感してもらうことが必要なので、まずお金がガッといきなり減るっていうような状態の家計になってる時には、何が何でも稼がないといけないんですよね。その覚悟を見せてれば、その背中を見せてれば、すぐにはもうやめろとかは多分言ってこないです。大概反対される方っていうのは、その覚悟を見せてないケースが多いから、まあ、話し合いが足りてないっていう場合と、自分のそのビジョンとか夢とかを語るところが少ないケースが多かったりします。旦那さんにしてみればですね、この女性は自分と共に歩んでくれて、自分をサポートしてくれると思って結婚してるのに、途中で話を変えられたら裏切ったっていうことになりますよね。ずるいじゃんって、約束違うじゃんっていう気持ちになる旦那さんの気持ちはものすごくよくわかります。そして同様に、その奥さんは、奥様、旦那さんもそうなんですけど、人間って固定の価値観でずっといけるわけじゃないんですよ。環境とか変化したりとか、いろんな新しい外界の刺激があった時に、当時に決めた自分と違う考えを持ったっておかしくないので、問題はここで旦那さんとちゃんと話し合って、かかってきた価値観をすり合わせながら一緒に前に進んでいけるかどうかっていう話なんですよね。だから私の、起業の場合には、まあ、若干特殊かもしれませんけど、まあ、うちの場合にはほぼ年収がトントンで、真っ二つに分けた経済、家のローンも共有名義も真っ二つで、家で使うお金も真っ二つっていう形なんで、私が稼げなくなったらその分が当然減るわけなんですよね。で、そこを私は何て言ったかっていうと、要は彼がね、お小遣いとかそういうのをやってる。で、そこには手をつけない、自分の中で仮にうまくいかなかった場合には処理をするからっていうことでスタートしてて、まあ、それでも一回なんか危うく家計をちょっと縮小しないといけないっていうのを、ちょっと相談したことあった。結果的にそうはならなかったんですけれども、まあ、自分の中で相当限界ギリギリの節約生活入ったことありましたね。うまく集客はもちろん上がってはいましたけど、もともとの生活が年収600万の生活をしていたので、教室業になった1年目が年収395でしたからね。いきなり下がりましたからね。私の自分の遊興費がなくなりましたよ、ほとんど。っていう生活をして、やって3年で600まで戻すっていう約束ができなかったら、独立は、まあ、やめるっていうか、ね、サラリーマンに戻るみたいな、戻る気さらさらなかったですけど、それを言って話をして、まあ、どのみちは、ね、自分が反対してもやるんでしょうって言われて、やりますって言ったら、もう俺はそれ以上言うことは何もないって言って、まあ、実際に稼いだし、やってったし、彼に対して別にすごく上から目線でね、言うってことはないですけれども、その実際の、まあ、収入云々っていうのは3倍以上とかにはなってます。だからただ存在意義っていうのは当然あるようにしてるので、真っ二つっていうのは基本変えてないんですね。まあ、ただその何て言うんですか、家全般に関わるところの私が負担できる、その余剰金的にね、負担できるところ
庭の清掃であったりとか、エアコンを買うとか、大きな家具を買うとか、テレビを買い替えるとか、そういうお金は私の方で出したりとかっていうのはしていますけれども、だからといって私がじゃあすごく稼いでるからあなた家事全部やってよとか、そういうことはしていないし、認めてもらっている状態でっていうのを理解はしているので、まあ家出張時のね、家のご飯とかは自分でやってねとか、長期出張が続く場合には洗濯物は自分で洗ってくださいねとか、まあそういうレベルで成り立ってるようにはしていたりとかはしています。ですから、その旦那さんを説得する上では、自分の覚悟と思いと、あとちゃんとデータで見える数字の計画ですね、この辺りをしっかり出す必要があるので、そのふわふわした状態だとね、基本反対されますよ。だから感情論で詰めるんじゃなくて、旦那さん、男性は論理的に言われた方が理解はできるし、一番大きな要因だったのは、うちの旦那は私がやると言ったことは必ず全てやりきって全部成功というかいい方向に屈するっていうのは、営業時代の私をずっと見てきているので、まあ、その信頼があったっていうのも大きかったと思います。だからそもそもそういう稼ぎ方をしたこともない状態で旦那さんを説得するっていうのは、もうデータと数字と予測値でしかないので、それを詰められたら、そこを反省しながら直していくっていうのを受け止める覚悟もしなきゃいけないっていう、ここまで決めて話をしているかどうかっていうのが非常に大きな問題だと思います。だから旦那さんも本来は納得いくんだったら、それをね、理解してっていうふうに応援したいのはあるはずなんです。その嫉妬しているというタイプの人でない限りはですね、奥さんは愛すべき存在だし、応援してあげたい存在っていうのが、まあ通常なはずだからです。だから特に問題なのは、結婚当初とバランスが変わっちゃう時に、旦那さんの方にとって不利益でしかないことが予想される場合には確実に反対されるので、自分は起業もするんだけど、もっとしっかり稼ぐように、レッスンとかを増やしたりとかね、稼いでいくっていうふうにした時に、旦那さんにとってより楽しい、人生が待ってるよっていうことを理解させないと、多分うんとは言ってもらえない。で、同様にその勉強とか学びのために企業塾行くとか、コンサルつけるとか、そういう時にも、なぜそれが必要で、どういう成果をどうさせるためなのかっていうことを説得しないと、怪しいとしかまず言われませんから 私が言うのもなんですけど、コンサル業っていうのは旦那さんから見たらめちゃめちゃ怪しい職業に見えるらしいですからね。まだ私女性だからいいけど、男性コンサルをつけるとか言うと、もっと怪しさ満載らしいですよ。だからきちんと、説得をするっていうことがまず起業の第一歩なんで、まあ最後に若干手厳しいことを言ってしまいますが、そもそも旦那さんとの話し合いが上手にできないで、なんかこそこそしながら起業をするっていうのは、本来起業に向いてないということになります。起業、例えば今度脱却の方もそうです。趣味からちゃんと稼ぎたいっていう方向に行く場合にも、旦那さんをそもそも説得しきれない人は仕事をする土俵に乗ってないっていうことです。家族のこと全部含めてですよ。子供との話し合いも含めて。そこってね、一番大事で、一番スタート時にクリアしてほしいことなのに、そこをクリアしないでうやむやにして稼ぐと、家庭の中でぐちゃ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 いろんな、子供からこう言われる、旦那さんから言われる、私はこんなに頑張ってんのにっていう負のスパイラルに入っちゃうので、本気で稼ぎたい場合にはまずね、家族の説得、これが起業ないしはビジネスの方に向かっていく場合の、一番の、ハードルになるので、そこを理解した上で話し合ってほしい。大概ここをおざなりにする方が多い。仕事の一番初めそこですからね。そもそもそれが できない人は、説得できない人はお仕事できないですよ。本気なら人は動きます。だから
その一番身近で理解してもらえるであろう人すら説得できないのであれば、その本気でやっていくってことは諦めた方がいいぐらいに私は考えているビジネスマインドの人です。だけれども時間がかかる場合もあるから、1年がかりでもいいからゆっくりじっくりちゃんと説得していく。だから向き合うことをやめないっていうのと、自分がどれぐらいの思いを持って真剣にやっているのかっていうのを理解してもらうっていうことはやめないっていうことですね。反対されたからって言って隠れてやるとか、反対されたからって言って諦める程度だったら、お仕事としてやっていくんじゃなくて趣味でやっていく方が楽しいと思いますので、そちらの道を選んだ方がいいと思います。ということで、今日は結構長々とお話ししてしまいましたが、企業ね、反対する旦那さんに一番見せなくてはいけない、一つ目は覚悟、2番目は証拠、論理的な証拠で、それができなかった時に彼からね、ペナルティとか受ける場合も、それも甘んじてちゃんと、やるって、やりきるって、まあ、これも覚悟のうちなのかもしれないけれども、そのコミットメントする3つ目で、4つ目は、旦那さんが喜ぶオファー最低5つ以上言った上で説得をする。まあそれでダメな場合にはね、別れるっていう、よっぽどやりたかったら別れるとか、そういう選択肢も出てきてしまうのかもしれませんけれども、その辺りを含めて、ぜひ旦那さんの、説得、反対されてる人、頑張ってみてください。それでは。